試合スタートしていきましょう。 The King of Fighters 15 Winner Semi-Finals 第1試合 ZJZ vs. ラギアバトルスタートです。さあ会場盛り上がっていきましょう。さあ会場にいる皆さん盛り上がっていきましょう。エボジャパン2023 The King of Fighters 15 ファイナルトーナメント第1試合、さあ来ました。注目のカードです。全てのカードが注目になってくるんです。そうですね、各地域の強豪が本当に出揃ったという。そうですね、はい、ファイナルトーナメントになりました。出揃ってきたんですが、はい、これがその第一試合が GJGVS ラギアということで、はい、非常に硬いプレイヤー同士の対決が最初に行われる、ね、ということになるんですが、ここで出てきたのがやはり先ほども大活躍を見せたナコルルからスタート。ナコルルですね。やはりこの舞台でも GJG ナコルルを使ってくるんですね。そうですね、やはりかなり使い込みもすごかったですので、はい、この大舞台でも自信を持って繰り出せるといったことかと思うんですけども、そうですね、あれだけの仕上がり、そして立ち回りを見せてきているので、はい、このナコルルファイナルトーナメントのこの舞台でも活躍が、ちょっとここでワンミスが出てしまったが、やはりこの舞台こういったミス出てくるものでしょう、ね、さあそこにすかさずワンコンボ叩き込んだのはラギア。やはりこのラギアはこのキャラクター3キャラクター信じてますね。そうですね、草薙、キヨ、ジェニー、クローネン、この3キャラクターは未だに変えておりません。さあ投げは抜けていきます。さあいい勝負が続いている。上から攻めていくのが GJG なんですが、 GJG 側がやはり手数が多いといった試合展開になってます。そうですね、この対空反応見ています。この対空反応でここまで勝ってきたのが GJG のナコルル。さあコンボミスになってしまうがダメージは大きい。ここでは少し GJG 側が対空レラムツベでリードを奪っております。上から行く、やはり手数が多いのは GJG。 おっと、いい角度から入り、レラムツベ、これは試合が大きく動く。さあこれはおそらく倒しきるでしょう。最後はこの突き。まずは大事な先鋒戦、取ったのはラギア。落ち着いてますね、ラギアも。そうですね、そしてこの草薙今日 1.5 ゲージを持った状態、火力がありますからね。この体力でも一切油断することができないのが、おっと、これはガッサミティール。さあ体力が残りわずかなので一つ勝負に出てきました。そうですね、早い段階で勝負に出たんですが、しっかりこれをケアしていく、はい、ここはもう冷静にガード。さあここはほぼほぼ五分の状況で中堅戦となっております。中堅はこのジェニー同キャラ戦、やはりこのハリアビーでの突進力駆使してどちらが先に触るかという試合になりそうなんですが、 それに対するハリアビーに対策ですね。さあ空中で引っかかりましたね。先に引っ掛けるか、それともこのハリアビーに対策をかけるか。ここは全然逃がしません。ラギアが一発ダメージを取っていくんですが、まだ状況を飛ぶ。もう一発立て続きにダメージを与えているのはラギアのジェニー。さあこうなると中下段、やはり見えないタック。しかしローリングさんだから切り返していくのは GJG。 ここでもいい勝負になっている。しっかりガード、ラギア硬いですね。ジャンプ飛ばし前に行く、ローリングサンダー。ここはメニメリプーピーで、ここはゲージを使ってきたのは GJG。 なんとしてもこの中堅戦は取りたいところですね。はい、いったところでしょうか。ゲージをフルに使ってこの GJG のジェニー、さあ同キャラ戦を制していきます。しかしラギア対処に座っているのはこのクローネですね。おっと、体力はあまり削られたくない状況の中、ゲージをどう運用するのか。ここ引っかかってしまうか。ハリアビーもう一発、ここで動きたくなるところに打撃が置いてある GJG。 さあこうなると鉄壁の立ち回りが GJG の鉄壁となったり。しかしここは捉えていきます、なんとか。そうですね、ただタイムがまだ多いので回数量も多いんですが、しかし体力はまだまだ足らないといった減らされている状態になってきそうなんですが、ここで出てきたのがイスラ。これはクローネンにイスラを合わせてきたという形でしょうか。さあその答え見ていきましょう。 GJG のイスラ、ジャンプで上から行くのはラギア。
やはりこのゲージは4本、イスラのゲージも3ゲージ近い状態ですので、何かが当たるとそのまま持ってかれない状況にはなっていますね。空対空勝っているのはラギア、ここはチャンス。さあ勝負に行くのかラギア。タッチポット欲しい、切り返しから、あー、ここでは大ダメージ、大きいダメージがここで動く。ワイルドスタイルから突撃してそのままフィニッシュ。まずは1本目取ってったのは GGG。 いやー、ここぞできました、ジャンプ D。 ましたね、ちょっと頭を抱える。そうですね、模様が映し出されておりますが、さあラギア選手少しインターバルを挟むか、さあどうするか。さあインターバルを挟むか、この辺の気持ちの切り替え本当に重要ですよ ね、 大事ですね、はい、非常に大事なインターバルとなってくると思います。序盤はラギアペースで進んでいたのですが、はい、やはり途中のジェニー戦、そうですね、ここでゲージをふんだんに使ってきて有利をつけたというのが、はい、やはりポイントとなるんでしょうかね。そうですね、そしてその後に、まあ、くしくも取り返してはいったんですけども、はい、やはりそのイスラにもゲージがある状況で、まあ、倒しきれる分はゲージを温存してあるので、はいはい、しっかりそこで最後まで倒しきりましたね。最後の勝ちのプランまで見えていたと。見えていましたね、はい、やはり数々のエボジャパンをかつて取ったことのある GGG なので、そういった大舞台でのプラン運用、はい、その辺冷静ですね。そうですね、やはりそういった舞台でもやはり緊張をあまりせず動いているように見えますね、はい、やはりそこには大きな経験値がある GGG、 まずは1本勝利。さあ荒神にはやはり先ほども見られたレラ娘で反撃していきますね。対策ですね。さあそれをかいくぐって前に出ることができる。しかしここでもパニッシュ、しっかりかーっとこのまま鬼焼きで切り返していきます。さあここは出していく、すかさず切り返していく。ラギア画面端に到達、ここのラッシュ力、あ、空中投げうまい。さあ空中投げを駆使して画面端から脱出してきたのは GGG。 これはいい勝負が続いております。体力は5分。さあどちらが先にワンコンボ取るのかという状況になっている。膠着状態が続いて、まだ試合は動きません。さあなかなか前に行きづらい状況ですよね。そうですね、 GGG もこのスペース非常に得意の間合いということで、なかなかラギア側も前に行けません。じりじりと前に行く。おっと、さあ足の速さを生かして急に GGG 側が前に行きます。空中投げ、空中投げ、さあ少しずつ体力が動いていく。カウントも進んできて、そろそろ前に行かなくてはならない状況なんですが、これはレッドキックコンボが、あっと、あっと、ちょっと引き付けが足りなかったか。レラ娘出してきた最後に。さあ残りカウントわずかね。そうですね、今日のあの鬼焼きが少し出すのが早かったため、はい、おそらく初段が空振ってしまい、スーパーキャンセルまで行けませんでしたね。おろち投げまで出なかった、ね、そうですね、大ダメージを奪うことができませんでした。ラギア、さあ徐々に追い詰められているラギア。さあ勝ちに行くにはどのプランを構築していくか。ラギアのジェニー、ゲージは3本です。一撃いいのが入ればこのナコルルは持っていけると。そうですね、はい、しかしこのと思うんですが、ナコルルのバックステップが非常に速いので、早いですね、なかなか追いつくのが大変なんですよね。捉えるのが本当に大変そうに見えますね、はい、さあここはあまり、おっとこれはクリーンヒット。さあ足払いにもう一個狙っている、危ないところ。さあここは出しましたが少し残ります。さあフォローしていきます。後転に対してバッフルズしっかりフォローしていきました。竜巻が追いかけていく。先ほどはこのジェニー同キャラ戦を落としてしまいました。ラギア、さあやはりこのハリアビーを警戒した垂直ジャンプを多く、はい、そうですね、はい、使ってきていますね。さあ前に来たところの迎撃が非常に、しかし迎撃してきたのはラギア。バックステップからローリングサンダー、ここの置き攻め重要です。ガードしてくる、近距離しカウンターで拾っていくのは GGG。 やはり守り方もものすごい上手いですね。クレジーワン、さあこれは確定取っている。これはラギアにとっても大きいダメージ。画面端逃げていきます。ここでは体力は奪われたくないと、ゲージを使って逃げていきます GGG。 やはりこの画面端は欲しいところですよね。ジャンプ飛ばし、さあ距離を取っていく、ジャンプ飛ばし、
ここでハリアビーに対する一つの回答、バックジャンプ迎撃してきます。ハリアビー刺して、さあこれはビハインド投げてくるのはラギア。さあここでは先ほどジェニー戦ラギア取られてしまっているんですが、はい、少し修正してきましたね。ハリアビーに対してバックジャンプ、そうですね、はい、またこういった場面でもあのバックステップからで繰り出すあのハリアビーのそのディレイ具合とか、はい、あのしっかりこういった場面でも緊張せずに成功させているので、落ち着いて対処にしているように見えますね、はい、さあ先に対処引きずり出したのはラギア。ラギアです。さあこの 0.5 ゲージ対象戦を見据えるとなると、この 0.5 ゲージも一つ一つ大きなゲージの運用の仕方になってきますが、ここで遠距離しまだ抜けている、投げは外していますね。おー、今ジャンプし、さあここでイスラが勝つことによってゲージ差が少しジジジ側に、はい、有利な形になっております。およそ 0.5 ゲージ GJG 側がリードの状況。ここは先ほどもう1回、さあ2回往復してきた。さあもう一回ダブルアップ狙おうとしたところ、ジャンプし、アマンダ追撃で、そこもしっかりガード、ジャンプディこれは投げていく、追い詰められた。苦しくなってきたのはラギア、ジャンプディ組んでいく、そして踏んづけて、この置き攻めは少し大丈夫、アッパー空振っている。おっと、さあこのコンボミスどう出るか、ラギア立て直せるか。こういった舞台での緊張がやはりコンボミスを誘いますね。普段出ないようなコンボミスもこの舞台この大一番で立て直せるか。ラギア逃げるのはジジジ、立ち回っていく、ジャンプ、お危ない。さあリー直進してアマンダ、さあ一つ一つガードしてじりじりと前に行く。ゲージは3本、そうこれは勝つ準備は整っている。さあ前に出るか、立ち回るな GGG、 どうする、前に来た。さあ画面端が少しずつ少しずつ寄っていく。さあジャンプし、ひとたまりもないかと思いますので、はい、さあどうなっていくか。そうですね、やはり若手プレイヤーという情報があるので、はい、まあ、メキメキと実力を上げている。そうですね、はい、ということでここで進化を発揮することができるか。さあ見ていきましょう、さらなる進化発揮することができるのか。列車先方は両坂崎、さあ対するシャオハイ、先方は草薙京、京 VS 両坂崎の対決からスタートということになります。さあ後継の立ちぶっともし、これは相打ち、どちらがファーストアタック状況を有利に作るのか。さあ立ち回り、まずは画面端に、さあここの眉受け身ですね、足払い、やはりこの眉受け身で早いですね、試合が草薙京側が攻めてるように見えるんですが、さあ断裂拳、ここからの置き攻めです、ジャンプ飛ばし、さあこれは見えない、ジャンプ B、 いい角度でもう一回断裂拳、これは正面からもう一回正面。さあ選択肢を変えてきています、レシャ、しかし88機から荒神一発。さあ叩き込んでいるのはシャオハイ、先ほど ET 戦ではこの草薙京大爆発、完璧な立ち回りを見せた草薙京なんですが、一発で返していきましたね。さあ一発でこの草薙京を落としていきます、レシャ、その立ち回りの鋭さ見せつけていきます、レシャ。変身、うん、ハリアビービハインドからこれはコンボをつなげていきます、シャオハイ、貢献、ちょっとこの貢献がハリアビートの軌道が合っているのでノイズになってるんですが、ここはジャンプ B、 さあどうしてくるの、あったコンボミス、これがどうなる、どう響いてくるか、こううまくフォローしていきます、はい、ちょっとヒヤッとするコンボミスだったんですが、ヒヤッとしましたね、はい、ここはうまくフォローしていきます、シャオハイ。そして出てきたこの K ダッシュですね。さあ K ダッシュジェニーとなります。おお、これはスカリア見逃しません、このわずかな一瞬のこのクレイジーワンのスカリだったんですが見逃してきません。しかも最大火力発動絡めたコンボ、いやー、振り向きからクローバイツ、裏に対してこのクローバイツ、おっと出してきますね。ただアインシェルの、さあ終わり際に対して遠距離し、こちらも差し返し、ものすごい速さで飛んできます、シャオファイ。
お互い差し返しの精度がものすごい速いです。わずかな隙でも見逃さず、わずかな隙でも見逃さず最大を立て込んでくるという、そうですね、はい、両者の立ち回り、中堅戦選手のシャオハイ・ジェニー、さあこのジェニーで一気に状況が逆転しましたね。一気に大きく差が開きましたね。さあ両坂崎のリードもあったんですが、このジェニー、さあ圧倒的な立ち回りを見せてきます。シャオハイ、あっと、これは確定はしないんですが、クレジーワン押してくる、横から押してきます。そして上から押さえつけてくるのはこのハリアビー、一気にダメージを取っていく、あ、細かくダメージを取っていくシャオハイですが、さあジャンプ D での中段攻撃、もう一回ハリアビー押してくる。さあジェニー側の有利が続くので、さあシャオハイのターンが続きます。ジャンプ飛ばし、そう前に押していく、うん、ここでハリアビー押していく、少しずつゲージを使わせて、さあここで中段が当たりました、踏んつけていく、もう一個、さあレシャーがもう一個踏んでいく、シャオハイを踏んつけていく、中段がシャオハイを踏んづけていく、これがクローネンの近距離 D、 シャオハイといえども、この中段は見えないですね。さあここは全て中段通していきます。レシャー、そして4ゲージありますので、当たりどころ次第では危ないですね。危ないですね。おっと、大きいダメージ叩き出すことができればこの体力差は吹っ飛びます。 KOF の対象戦は本当に目が離せない。おっと、これはまたヒット、おそらく、さあこのままフュージョンプラスター、レッシャー取っていきました。カウンター見逃しません。フュージョンブラスター一戦、さあやはり4ゲージありますといろんな場面からこういったことが起こりますので、そうですね、対象戦は本当に怖い、いくら体力がリードされようとも、やはりゲージにリードがあるので、はい、ゲージ差というのは本当に大きいですね。大きいですね。ゲージ差有利をつけたのはレシャー、その一撃、シャオハイに、さああのシャオハイからまず一本取ったのはレシャー。さあここを見て、アッパーから90分逆、さあこの動きですね、精度よくこの前受け身から貢献出してきます。アッパー貢献、貢献だ、タイミングをずらしてくる、貢献、ね、前受け身からの貢献、そのままキャンセルの貢献と微妙なタイミングのズレを利用してきます。さあ投げ抜けていきますね、後ろに下がってアッパー、うわっと、ここは差し込んでくる、ものすごい速さの反応、さあ貢献にそのままフィニッシュ、エクスレッドキックお見事です。シャオハイ、あの貢献のスカリを一発で刺してきましたね。いやー、差し返してきました、しかも最大リターン EX レッドキック、いやー、シャオハイも負けていません。さあこれは大きいダメージになります。ミニッツスパイクからクローバイツ繋げていきます。おっと、回避していく、いやー、とんでもない精度の戦いが繰り広げられています。さあ今度はシャオハイのターン、これは、さあこれは痛いですね、これはガードから最大火力叩き出していきます。シャオハイ、先ほどこの両坂崎にやられてしまっただけに、この草薙京がさあレシャーに襲いかかります。最後はここはセカンドナックル取り返していきました。レシャー体力は半分ですね、なかなかレシャー側としては厳しい状況、ゲージも苦しいといった状況の中で、あっと、ここが 2.5 ゲージ使ってくる、アイントリガー引っ掛けていきます。少し歩いて NTP から差し返し、追いついてきたぞレシャー、アイントリガーナックルで行けるんですが、これは見逃しません。さあフォローも素晴らしかったんですが、ローリングサンダーからバッフルズ、まだ足りない、あー逃げていきます。おっと、着地硬直短いので間に合わなかったんですが、そうですね、さあ膝で削り取るという、さあここはシャオハイが中堅戦取っていきます。ゲージは3本、レシャークローネン後ろに下がってハリアビ、ま
前に行く。しかしここはバックステップハリアビー、相手が前に行きたいところにこのバックステップを利用してハリアビーで迎撃。さあ、ハリア対策見えている。この低さも反応してくれ。後ろ歩きからの前ステップ。さあ、これは拾える角度。ただここでフィニッシュですね。そうですね。さあ、ハリア対策遠距離リー。いやー、ハリア B、 あの高度の低さでも反応してくる。遠目のところはやはり少し後ろ歩きで距離を取ってから差し返しを逆に狙っていくという場面もありますので、はい、さあ何が来ても対応できる距離。そうですね。しかもその反応の速さ見せつけてきますレシャー。ここで、ここはさあ先に差し行ったのはレシャー。さあ体力は逆転してきたぞ。逆転してるが、また先ほどとは逆の状況になっています。今度はシャオハイ側に。さあ上が見えている。危ない。中段カード、ふざけていく。どうする、ガードキャンセル、逃げるしかないじゃん。はい、ただここはさあブレイズスロー、スローからインフォーナルプロフィッシュ。シャオハイ、さあどうする、どうする、どちらが先に手を出していくのか。おっと、危ない、詰まる展開。ここは両者手を出すのも怖いといった状況。さあここはシャオハイ、出していったのはシャオハイ。シャオハイ負けていません。さあなんとかつなぎました。シャオハイ、やはりこのシャオハイ負けてはいません。さあ水分を取って落ち着いていきます。このレベルになってくるとやはりシャオハイといえども、はい、いや簡単にはいかないと。簡単にはいかないですね、はい、しかしこの勝負どうなるのかちょっとわからないですね。こうなってくると、わからないですよね、はい、かなり先方戦が重要になってくる、はいはい、印象ありますね。さあお互い集中していきます。ここを取ればウィナーズファイナル進出。ジャブディ中段ガード、そういった細かいダメージもしっかりチェック、ガードを固めてきます。シャオハイ、さあこういや反応が早い。そうですね、後見がやはりちらついていますので、はい、あの空振りにも手を出しづらいんですよね。さあキャンセルを出さずに後見、またこの直接後見で、はい、ありますからね。反応がこちらも早い。後方で対空、さあこれは当たってしまうと大ダメージになってしまうが、最後は強行砲、ダメージを取ってるのはレシャー。さあ投げていく。さあ投げ間以外からの上段、上段受け身ですね。さあちょうど投げ前外からですので、相手が投げを選択した時にもしっかり取れるんですよね。絶妙な距離です。これは大きなリードとなりました。レシャーの両坂崎、さあ極限流、その硬さを見せつけるのかこの両坂崎。近距離遠距離し一撃、そして逃げ来た。ダメージを取っていくのはレシャー、大きいダメージになっていく。さあ持続が埋まっている。 EX 貢献。さあゲージを使ってでもこの両坂崎は早く倒したい。あうまい、ここはくぐっている。そして強固砲まで。さあこれは追い詰められたシャオハイ、ガルフトマホーク読んでいた、歩いて工作、そこにワンコンボ。さあこういった細かいところもしっかりやってきますね。対策してますね。ああいった場面でも最大狙ってくるプレイヤー、両坂崎のこのポテンシャルを歩き壊し存分に見せつけています。レシャー貢献、うん、これは差し返し。さあこの遠目からの差し返し、これはさすがといったところ。シャオハイ、あの貢献、ジャックですね。ジャックか強かわからない中、当たらない時だけしゃがみシーが出てくるという。そうですね、また絶妙な距離であのしゃがみシーをしっかり差し返してくるあたり、シャオハイの精度の高さが伺えますね。判断の速さと精度の良さ、シャオハイの実力をここで見せてきた。さあラストに走ってきたところにしっかりワンダロプロミネンス一発ガードしている。ジャブ飛ばし、さあダメージを取っているのはシャオハイですが、おっとしゃがめ、これはさあこれでまだゲージは最小戦で、そして中段ですね。そして中段温存してきましたシャオハイ。今度はシャオハイがレシャーを踏んづけていく。しかし5ゲージありますよ。これはゲージ量の差がとんでもないことになっている。
さあ触り方に気をつけなきゃいけないところですね。しかしシャオハイここで一撃与えていきます。さあゲージがあまりないのでシャオハイの一撃はそんなに重くはないんですが、レイシャーから見れば一撃与えれば、そうですね、大ダメージ、一気に試合が動く展開となりますので、シャオハイは一歩もミスが許されないといった状況。さあそんな中でどう立ち回るかシャオハイ。ブレイズスラーを重ねて有利不利を一つ残っていく。おっと逃げるのが精一杯、危ない。いや今のコパン危ないですね。いやコパンが当たるだけで会場がどよめく。このクローネン同キャラ戦危ない。さあどうする、前に出る。さあこれは当たったのはレイザーですが、おそらくまだ残りますが、残りますね。リードを取っているのはレイザー。さあ、こう切り返しからヒーリングシールド、シャオハイ勝負の一撃、繋がらない、危ないですよ。さあ、怖い、する、さあ、動けない、前に出るのはレシャー、怖いよ、動けないぞ、詰まる展開。さあ、中断、さあ、動けない、危ない、前に出ない。さあ、しゃがみし、あーっと、さあ、最後の最後の手段、 M ダッシュ VS ダーティーワン M。 さあ M ダッシュ選手対 ワンM 選手ですよね。そうですね、もうくしくも M 対決ということで、はい、さあここで対峙キャラクターの方は M ダッシュ、 M ダッシュ選手少しキャラクター悩んでいたか。そうですね、はい、クローネンでカーソルを合わせるのは少し時間がかかったんですが、ね、このキャラクターでおそらく中堅のキャラクターでかなり悩んでいたかと思うんですけども、今回はやはりダーティーワン M 開幕から前に来た。来ましたね、これが喧嘩やダーティーワン M。 さあ早いです、早い展開、そして非常に卓のかけ方が多彩、開幕前に来た。さあ前に来る、それに向かい打つのは3枚目ダッシュ、ミニッツスパイクで押し切っていきましたね。タイムダッシュも、さあこの喧嘩プレーはついていけるよと、さあ出していきましたが、しかしダーティーワン M 選手やはりここからですよね、はい、さあ、さあ3枚目ダッシュもこの喧嘩プレーに対しては、さあ EX フランケンしたいな、あのダメージがまたバカにならないんですよね。ジャンプDさあ投げ抜けていく、さあ何もしない、そして中断、さあ再、さあここで対応してくるならさらなる高い攻撃力をと。そうですね、はい、ダーティーワン M 選手やはりアジア地域のこのクラークです。さあセカンドシェル、おっとこれは高いダメージ、さあこれは大きいダメージになりそうだ。さあミニッツスパイクから最後はクローバイツ、シャガンビー、ここ崩していく、ミニッツスパイク、最後はクローバイツ取ったのがエブラッシュ、クローバイツ決めていきました。一気に二立てとなります。そして出てきたこの大将ギース・ハワード、ギース・ハワード、いや一気に持っていきました。さあこの喧嘩やダーティーワン M のこのプレー、 M ダッシュは対応しさらなる追撃、さあ不動から前に行く、 AC、 これは差し返し、非常に速いこの差し返し能力、 M ダッシュ見せつけていきます。スナイパーサイドから連携組み立てていく。さあ残り体力がかなり減らされたワンウェブですが、発動して、さあこれは掴んでいる、掴め、さあ皆さんご一緒にラッシュホーム、大曲げ一戦決まりました。言いたくなる技名、ね、第1位ラジオモン、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんご一緒にありがとうございます。さあしかしまだ終わってはいません、試合は続行中です。さあ不動から追撃、打撃を合わせていく。さあしかしゲージはもうない。さあこれはいけるし、シャッターストライク使ってここで取ることになれば、ここでダメージを取っていくのは M ラッシュ、さすがにもう体力もゲージもないと。そうですね、持ってきたのは M ラッシュ、マックス等を打っていきました。いやー M ラッシュ喧嘩プレーについてきましたね、ついてきましたね、日和ることなく、おそらくこれで、まあ、どういうタイプかは把握したと思っていますが、そうですね、まあ、ある程度ワイル選手は昔から割とまあ知っている方ですので、はいはい、ある程度イメージしてきたんでしょうね、そうですね、イメージはありそうですね。さあナノスペック、これは見過ごしてしまいました。
黒バイツ、さあこのダッシュいきます。そしてやり返していく。さあやられたらやり返す、まさにダーティーワンエムらしいプレイスタイル で、ね、さあ切り返していきます。さあ届いていく、出し切っていく。ヘブラシはもう負けてま す、ね、負けてないですね。さあ青から青いバナつなげていくのはダーティーワンエム。ここは押していきます。ダーティーワン M、 あっとこれが出てしまったか。走ってアイントリガーですかね今のは。そうですね。さあ走ってクローバイツになってしまいました。これは大きいミスとなります。ダーティーワン M、 ジャンプ D、 ジャンプ A からこれはいいダメージが、あーコンボにせん。さあコンボにはつながりません。すかさずここは掴んでいくのはダーティーワン M、 シャッタースライク。おっと今度は大きいダメージになるか。シャッターストライクから繋いでいきます。ジャンプ D。 さあこれはあっと高すぎたか。禁止前から八乙女往年のコンボです。さあルオンのミスが立て続けに、おっとエンプレイからカウンター狙ってくる。そうですね、狙っていきますね。そう細かい技術もうまく使ってくるんですね。さあこれはさあ M ダッシュ相手に見立て、ルオンではここは守りきれなかったか。ここではダーティーワン M 優勢の状態で大将クローネン M ダッシュ追い詰められております。しゃがみからジャンプ飛ばし、しゃがみ通していく。下段ですね。さあやはり踏ん付けが警戒するとこのしゃがみ B が飛ぶという。そうですね。さあしかしここからクラークが中堅で出てくるの結構嫌ですね。怖いですよね。ただ M ダッシュ側としてもこのクラークやはりどうしても投げキャラという性質上、はい、逆転のチャンスもどこかには残されている。そうですね。おっとさあジャンプ A から、さあこれは大きいコンボとなる。ジャックガトリング、マウントが来る。さあ倒れてしまえばどんなプレイヤーも、さあ共通な策を仕掛けることができる。あと裏に行きますね。勢いで変えていく。細かいテクニックキャップからブレイズスロア、繋げてくるのは M ダッシュ。ゲージを使ってきますね。ここはクラブはなんとかしなくてはいけない。やはりパイプはさせておきたいところか。3回飛んでジャンプ飛ばし、さあこれは確定してしまう。クラークバルカンパンチ、クラークにはリターンがある。このスーパーアルゼンチンバックブリーカー取っていきました。ダーティーワン M1 フレームでも隙があれば掴むことができる。そうですね、このクラークのスーパーアルゼンチンバックブリーカー、投げキャラならではですね。はい、はい、ただ攻めに使える投げではなく守りにも使えるというのがこの KF。 そうですね、おそらく M ダッシュ側も、まあ、想定していて打ったとは思うんですけども、はい、いやー、ピンポイントで狙われましたね。やはりその辺の読み合いの鋭さダーティーワン M 持っています。ガード、さあ青いバナはキックしていく。さあやはりカウンターがちょっと怖いと、おっと追いかけていくセカンドナックル。さあ出していきました。さあ少し膠着状態が続くんですが、その膠着状態はほんのわずかの時間しかありません。さあこれは痛い打撃となってしまいましたが、さあ歩き前に画面端に追い詰めているのはダーティーワン M。 さあ青山で追いかけていく。どうするこの高い、いやープレッシャー暴れする人になっていますが、おっと耐え切ることができるか M ダッシュ。さあノーマルビー、ジャンプリー。さあお互い勝負をかけていってるんですが、取ったのはダーティーワン M、 これは痛いですよ。いやーこれはダーティーワン M にとっては大きい。あとここはやはり裏回りも警戒しなくてはいけないので、ここは膝通しに行きましたね M ラッシュ。1回警戒して後ろに下がります。確定。さあこれは足払い、非常にリーチが長いですからね。これは冷静に確定取っていきます、足払い。そして出てきたこのクラークですね。さあこのプレッシャーに耐え切ることができるか M ダッシュ。さあ中段食らってジャンプシリー襲いくる圧、クラークのこの間合い、使っていく。やはりここは状況重視、これは痛い。これは大きいダメージ。ガドリングからマウントタックル、そしてローリングクレベル。
まだ残りますよ。最後中断、中断ですね。あれがやはり空中判定になっていますので投げ棒をすることができないんですよね、はい、やはり守りにはやはり攻めはめちゃめちゃ強力なんですが、はい、守りに不安心が残るルオン、ここは耐え切ることができませんでした。そしてまたこれは嫌な流れですね。嫌ですね。これは遠距離で細かい通常技の使い方。さあダブリー、ここからマウント。さあ人類共通のタッグが始まるぞ。さあこれは怖い。さあジャンプエッグ、ノーハイカラだけ悪い。ローリングクレーブですね。さあ声援が乗っかってくる。ダーティワン M のこの力に。さあどうする。おっと、ここはサスパイシーク走り込みからジャンプ飛ばし、追い詰められてるな、エムラッシュ。さあここで、ここはアルテッチ、使わない。そしてインクレーク、最後はフランケンシュタイナー取っていきました。この2人アバオにとってはリベンジマッチ。さあそしてウィナーズにおいて、アバオ選手 ET 選手に敗れてるんですよね。はい、はい、さあアバオにとってはリベンジマッチ、リベンジマッチとなりました。そのチャンスがここで訪れた。さあ祈っています。おそらくスコアさんも祈っているでしょう。はい、さあそして ET 選手もここまでつないできている。お互い思惑が入っているかと思うんですけども、さあ精神集中から入ってきます。試合に入っていきます。キャラクターの方はワンピー側アバオ、ジェニーチズルハイデルン、対する ET イスラジェニークローネント。そうですね、はい、ジェニーが同キャラ戦かぶっているんですが、空中投げ、空中投げ対策を見せていきました。アバオ、イスラはかなり空中にいる時間が長いので空中投げ で、ね、はい、対応してきました。ましたね。さあ開幕空中投げを見せることで、ここは近距離 C を飛び越えてワンコンボ取ってきたのはアバオ。一瞬投げると見せかけて近距離 C を誘い出しました。しゃがみからさあ ET 対策万全といったところ、まずはワンコンボ叩き込んできたのはアバオ。できましたね。あと A 連になっているがジャンプ飛ばし、空対空制しているのはアバオ。いいリズムで先方戦進めています。技の使い方が非常にいいですね。さあ技が当たっていく。そしてスクライブは回避。その技の性能最大限までその力を引き出すことができる、この攻略能力を持っているのがアバオです。あっと DX ビハインド、ビハインドが飛んできた。出してきましたね。さあこれは当たればよし、ビハインドジャンプ飛ばし、ね、さあ判定が出ているところに当たっています。緊急レシー叩き落としていく上から。さあ ET の ET もこの得意の、そうですね、さあテンポのいい攻め、おっしゃがみから、あーっと、これこの店これは大きいです。近距離 D からクレイジー E1 ワンコンボにつながります。この後の置き攻めですね。止めていく、もう一発ですね。さあディフハインドから今度はローリングサンダーっていう、うん、バフルですね。とどめを刺していきました。さあ倒せるときにはここは倒していく。さあ中継戦、ただジェニーはかなり体力減っています。マイビーから当たったところにワンコンボ投げ、さあこれを取っていく。さあそして大将先に引きずり出されたのは ET となりました。さあ精神集中からこのパフォーマンス出してくるのはアバオ。ストレックスラッシュが踏んづけていく、あ出していきますね。ここは強気に、さあこの段階でも引くことなく、さあ後ろに引くことはできないと前に行きますアバオ。前にからブレイクスロー、画面端に寄せているのは ET。 ジャンプ飛ばし止めていく。さあ画面端ガード、おーこれはしかし遠距離し確認から、そうです、ね、最後はヒートシールド。さあ追いついてきました ET、 ここです対象戦。さあしかし残り1ゲージに対しアバオ選手ハイデルンが 3.5 ゲージ以上ありますので、この一撃入ればとんでもないダメージ出せますね、この状況。おっと、おっと、あっと、さあ宮川さん発生した。しかし逃がしません。シンガーからスラッシュストーンブリンガー、さあ優勢な状況はアバオなんですが、クロスカッター、クロスカッター当たります。全然転がってきた。さあおっと、
さあ冷静に、さあこういった状況でも常に冷静に立ち回ってくるのはもうクロス買った、スラッシュ、最後はできましたね。いや鉄壁の守り、これはクロス買った、スラッシュ、ムーンスラッシュアート、そうですね、もう入り込む隙間がありませんね。入り込む隙間がなかなか難しいところでした、はい。まずは1本目取ったのはもうやはり今まで通り、1本目は ET 落とすんですが、ここからですね粘り強い強さがあります。このエボジャパンでは ET2 本目から覚醒したかのように、さあ勝ち上がってきた、キャラクターを変えてきましたね。ベニマルを使ってきました、イスラを変えてベニマル投入、出てきたのは二階堂ベニマル、ジェニーに合わせてきましたね。ジェニーに合わせてきましたね。さあこの回答どうなるのか、さあ正解かそれとも不正解なのか、二階堂ベニマル先方に起用してきました。 ET さあここで2戦目となります。ライジン拳開幕、手を出してくるのはこの ET のベニモル、ライジン拳、まずはこの先方ジェニーに対してこのベニマルでどう戦っていくかといったところですよね。さあこのライジン拳を駆使して遠距離から立ち回ってくる ET のベニマル、ジャンプ D、 そしてジャンプ B、 前に少しずつ詰めてくるライジン拳、さあおっと、いや立ち回りが非常に丁寧ですね。 ET 前に出るのではなく、そうですね、向かい打つ形でダメージを奪っている。ここは投げ返していく、ジャンピン、フライングドリル、繋がりません。ライジン拳当たり方によってはなかなか繋がらない。ここはやはり2ラウンド目取っていきました、はい。まあ、2ラウンド目そうですよね、2試合目から覚醒したかのように追いついてくるのがこの ET、 ライジンケン、ジャンピン、これは避けている、アボ、ここは差し返しを狙うんですが、さあライジンケンの隙はあまりないので画面端に追い詰めるのみとなっております。さあそしてジャンピン、さあ先ほどとは違いかなり冷静な動きになってきましたね。そうですね、おお暴れ潰しになっているがガードしてくる。さあ読み合い、中下段の読み合い、ここは制していきます ET。 おっと、さあ千鶴は裏にいます。さあこれがヤタの力、分身を駆使して実は裏にいるという。さあ交差していきました、出てくるまでわからないですからね千鶴の分身は、打つ、跳ね返していきます、飛び道具を跳ね返すこともできるこの千鶴、確定取ってますね。さあそしておっとアッパー、さあ ET のゲージが満タンですが跳ね返していく。さあジャッシュ飛んだところ、これ狙い撃ちをしようとしたんですが、さあジャンプヘッドの仕掛かっています、新速の乗りとか、あーところで発動、ここはマックスを選択、倒せる選択肢きました、アンニュイマドモアゼル、アンニュイマドモアゼル、これ倒せる選択肢使ってきましたね ET。 さあこれは届いていきます、これはこのままフィニッシュ、ハイヒールでボコボコ、ここはアバオからゲージをフルに使ってシズルを倒していきます。さあそしてゼロゲージですが体力は満タンですので、少しでも ET 側としてはアバオ選手の体力を削っておきたいところですよね。さあしかもブレーキングはできませんでした、大きいコンボになります。ストーンブリンガー、この後の置き攻め非常に重要になってくる、ガードを選択、 ET しゃがみくぐり抜けていく、クーテクかっているのはもうこのワンアクション非常に大事にしたのがもう足払い、うまいですね。さあこれは低めに当てて、さあジェニー側の攻めを継続させていく ET、 ジャンプ飛ばし、なかなか ET の攻めが止まりません。おっとおーガードクラッシュ、マジかシンガー、ガードが間に合いましたね。ここでシンガーで向かい打つ、さあ投げている、
おっと、もうお構いなしで投げてきました。 ED スラッシャーを警戒していた。さあこれはハリアビーガードクラッシュが待っている。取られてしまった。いやこれでガードクラッシュからフルコンボ。あここでハリアビーさ、 ET もこの表 情, の表情またかよと。あまた死にかけていますが、またかよとこの表情、はい、しかし ET はまだここにいます。残っている ET。 さあ ET やはりまたここからと。おっと、さあ相手のキャラクターを見て、さあピンクの実力、うなずいきました ET。 さあカラーを変えてきました。これは先ほどスコア3の分まで戦うと気持ちが残ってたピンクの千鶴です。スコアさんの千鶴のカラーがピンクなので、そういうことですね、はい、これはスコアさんの思いも乗せて、ね、この ET を倒すと、はい、また今回やはりエボジャパンにくしくもちょっと参戦ができなかったスコア選手の分も戦うという分も戦うというあったんですが、意思表示ですね。しかし試合は現在1対1、もう泣いても笑っても次の試合を落とした方が敗退となりますね。そうですね。さあおっと、これが痛いダメージとなってしまう。そしてベニマルコライダー。さあエボジャパンも終盤戦、さあここはもう最後の一本。ここはブレーンバスター位置が入れ替わります。ジャンピン、あーっとこれ遠距離が届かない、大きいダメージになります。さあ2試合目からやはり覚醒したかのようにこの ET が前に行きます。ダメージを取っている。ジャンプ D、 レジン剣、おっとフライングドリルに出していきましたね。ここ割り込んできましたね。さあライメート EX ライメート、これが伸び伸びになります。これがですね早いのでバックステップに確定しましたね。そうですね。さあリードを広げたのは ET となりました。さあ来ましたピンクの千鶴、ライメートワンコンボ、スコアの思いを乗せてジャンプ飛ばし、さあ前へ前へ一歩ずつ、さあバオが千鶴この ET に立ち向かいます。ジャンプ飛ばし、少しずつダメージを与えている。マイビジャンピ、さあちょっと攻めあぐねているが一発取りたい。しゃがみ B から稲妻三段蹴り、さあ手堅いですね ET。 ET 手堅いですね。ここに来て硬さを見せていく。さあライメトを見せて、やったライジングショット、ライジングショット。さあ対策ができています。いやこれは新速のノリトに対して合わせてきましたね。そうですね、遠距離 D からのスーパーキャッスルライジングショット。いやー千鶴がここで敗れてしまうとアバオ苦しい状況。さあジャンプ D、あ、イヤ蹴りからライジン剣、さあイエイライジン、そして陣内キック、スーパー陣内キック出してきます。ジャンピー、ライメイト距離を取る、足払い。さあこうなるとなかなかベニマルからダメージを取るのは難しいですね。さあここでストーンブリンガー、少しでも体力を回復していきます。回復していきますね。まずはここで体力を回復して、さあまだカウントが40カウント、そして4ゲージ近くありますね、はい、さあこのジェニー戦によって、ああ対空よく見えている、見えています。非常に早い判断、バッフルズジャンプディ。さあ細かいダメージを取っていったがローリングサンダーなんですが、さあガードしていく、少しずつ、さあバオの体力を奪っていく ET。スラッシュ、あとつなげていく、つなげていきました。これは立ち回りからつなげていきました。どうなる？ムスラッシャー。ムスラッシャー。投げ粘るアボ。少しずつダメージを取ってきた。アンニュイマドモアゼル。アンニュイマドモアゼル、ここで。待っていたのはET。さあ手身があります。さあ宇宙の彼方ま。さあ来ましたクラーク、そしてギースハワード、イオリ入ってますね。さあ声を出していきましょう、はい、皆さん。ダーティー 1M 選手、そしてレシャー選手も両坂崎、こちらも
入っていましたね。キャラクターの変更はありませんね。やはりここまで来るとかなり固定されている場面が固定されてきますね、はい、多くなってくるかと思うんですけども、いや色とりどり緑のキャラクターたち、はい、ここまでクラーク、ギースを連れて上がってくるというありますね、はい、さあ来ました先鋒両坂崎対矢上より、さあ開幕やはりやってきますね、喧嘩仕掛けてきますね、はい、ダーティーワン M 比叡出風客来なくて発生の早い技、ジャック・ヒーン疾風客、しかし青い花一本で迎え撃っていく、重りが効いてきました、前へ前へ、さあ後方こちらの前へ前へ、さあ早いですよ、アッパーから残裂剣拾ってくる、さあここはしゃがんでますね、さあ攻めの手を緩めません、いくら対応されようとも前に出てくるのはダーティーワン M、 あーっとここでコムミス、これは痛いです、ここは痛い、手痛いコンボミスになってしまいましたね、そうですね、このコンボミスは手痛いものとなってしまいましたが、はい、さあ夢引きのコマンドが非常に速いので、そうですね、はい、ここはワンミスとなってしまいました、そしてレシャー選手もやはり圧倒されてきていますね、さあやはりしかし対応を見せてきます、読み合い、レシャーもここは読み合いで、さあダーティーワン M の選択肢を使っていく、さあここは下段が当たっていきます、これは大きいダメージですね、足払い掴めない、受けから投げよう、ここは決めていきます、さあ大きい攻めは冷静に、さあレッシャーのこの両坂崎、やはりこの両坂崎はそうです、ね、まだ令和崩せない、崩せないですね、さあ大将ギースフォワード、さあ矢上よりであそこまで追い詰めていたんですが、かなり回復されてしまいましたね、ヒエン疾風客残裂拳ダメージを取ってきます、ただあとここは上段アテミですね、さあこれは苦しいから武道武道拳です、さあここは冷静にノーゲージで、はい、フィニッシュすることに成功しています、ダーティーワン M、 ゲージは3本同士、さあここからギースハワーでどう逆転してくるのか、そう EX 疾風拳状況を重視して前に攻めていく、不動雷光回し蹴り、さあ判定の強い通常技を持っているギースなので、おっと、さあ通常技で押していくんですが、さあ画面端の取り合いになっている、画面端の取り合い、そうですね、ただ制しているのはさあレシャーです、もう一本、鬼ハンモンからそれでも下がらない、一歩も下がることを知りません、さあ読み合いの展開が早いですね、全く下がらないですね、ダーティーワイム、さあ最後はここは出していきました、ヒートドライブ、さあしかし自らの攻撃力は最後まで信じて、さあ不動で前に最後は来ました、行きましたね、ダーティーワイム、まずは1本目レシャーが勝利、やはりこの両坂崎を崩すのは、はい、ダーティーワン M といえども一筋縄ではいかなそうですね、いかないということですよね、さあ2試合目となります、両坂崎青いバラねじ込んでいきます、さあ裏に回ってもこの後方が飛んでくる、きますね、スピードが本当に半端ないですね、裏に回ったジャンプに関してはほとんどの確率で、そうですね、さあ、歩法が飛んできます、レシャー、あっと、これは大きいダメージ、EX アインバレーから、さあ、ことつき締めて、最後はことつき、さあ、反撃は難しい、ちょっと遠い、さあ、投げで切り返して、このあとです、あっと、これは重ねが、極限に扇になってしまう。青い花で、そうですね、小砲が出なかったんですかね、はい、小砲のキャンセルがちょっと出なかったのかな、先ほど活躍した両坂崎がいなくなると少し雲行きが怪しくなってくるか、ちょっと状況が変わってきそうですね、先ほどの三枚村選手もここから危なくなってきましたからね、さあ遠距離 A から、これ遠距離か A からのカウンターうまく拾ってきます、拾っていきますね、先ほどから何度か狙っている選択肢になりますね、やはり判定の広さを利用した部分がありますので、しっかりそういったところでダメージ取ってきますね、おっとこれは発動使ってくる、あーミスって、これはコンボミス、危ないぞ、うお、ここで、うわ
アインでは、まあ、アイントリガーをおそらく4での EX 詰まってなかったと思うんですけども、はい、なんですがミニッツでしたね。いやも もうここはダディ・ワイムの、はい、まあ、プレイスタイルを信じ切ったミニッツスパイクになりますね。おそらく後ろに下がるのではないかという読みも込みで出してきましたね。さあ、まあ、必ず剣は出してくると、はい、さあここは信じ切ったミニッツ。さあこれは痛いダディです。しかしさあここは近距離 C からストンピング、マウントタックルまで置き攻め重視の DDT。 さあこれは見えない、アルゼンチンこれは使っていきましょう。ウルトラアルゼンチンバックブリカー。さあ応援も力が入っております。このクラークが、クラークが活躍することによって応援も力が入るという、はい、さあ何か見えない力を手にすることができるこのクラーク。さああのレシャーといえどもやはりこのクラークに少し飲まれつつあるのか。さあどうだ、まあ、いいや、タイミング難しいか。 EX フランケンシュタイナー1個見せてきたんですがタイミングが 合いませんでした。遠距離 C、 あっちはここでさあプレッシャーがかかっていく、バルカンパンチジャックガトリング、ここはマウントタックル出していきました。置き攻め重視です。さあ置き攻めはさあフランケン、 X フランケンシュタイン、さあどうする次は。さあ怖いぞ、全人類読み合いのタックルもあるんですが、さあ2ゲージ使っていきます。しゃがんでいきます。しかしこのクラークの活躍、もうゲージを使ってでも何とかして離したい。さあレシャーの気持ちが伝わってきました。レプーケン、さあ対象ギースハワードです。さあこれは痛いダメージになる、これは非常に一輪ザンかかと落とし置き詰めですね。下段どうする、マイクジャンプディゲージをもうここは使ってでも逃げてきます。これは確定している。さあじゃあコパンから不動拳、さあ T1M ここで取ってきます。こう追いついてこられると、追いかけてこられると本当に怖いプレイヤー。そうですね。さあこれは嫌な流れになってきました。レシャー選手、これはレシャーにとっては嫌な流れでしょう。さあ考え込むが追い込んでくるほど怖くなってくる、それが投げキャラ。さあ第3試合現在1対1となります。勝った方がルーザーズセミファイナルに進出。シャンビヒエ疾風客、さあこれは痛いぞ、ここはジャンプシー直撃、これはレシャーの。さあ間を縫ってジャンプシー直撃させていきます。さあ立ち相打ちを取っていく。さあここではダメージを与え合い、同じだけ体力を奪っていく。さあっと、さあそれは対策組か、前受けも貫いてくる、読み合ってくるのはレシャー、リュークランブ、リュークランブガードガードしますね。受けで取られても、さあここは出してきた、最後最後の最後まで突っ込んできた。さあ非常に怖い部分ではあったんですが取ってきました。で最後の最後までやはり突っ込んできますね、このプレイヤー。そうですね、見ててワクワクさせてくれますダーティーワイム。おーっと迎え撃つ、さあこれは大きいダメージになるぞ。さあジャックガトリングぴったりです。いやーレシャーもここはもうたまらず強攻を発射、ね、迫りくる恐怖とはまさにこのこと。クラークが寄ってくる、ガードキャッスル。さあゲージなんてもういらないと、ほとんどゲージがない状態で戦ってますからねレシャー選手、ね、ダディワン選手ですね。さあ読み合い、ここはワンコンボ取ってくるのはレシャー。おっとクラークを押さえつけてくる、ね、猛獣を押さえつけるかのように。さあ EX フランケン、これはここから始まるか、流れが怖いぞ、始まるかここから。さあ最後見出る、最後ジャンプ中段ですね。さあ決めていきました。さあ猛獣を押さえつけるかのようにフレームウィップ。さあ対象ギサード1枚となりましたが、
ここはセカンドシュート遠距離し見えづらい角度なんですが、ここきっちりガードしてきましたレシャー。さあゲージを操作に使ってきて、これは手痛いダメージとなってしまった。さあこれはレシャーの流れ、完全にレシャーの流れ、ギーサを押さえつけていく。ダーティーワンをこのままフィニッシュ。最後はニーアサルト。さあ決めていきましたレシャー選手。さあファイナルルーザーズクォーターファイナル第2試合となります。さあ日本最後のファイナリストとなります。日本勢の中の最後のファイナリスト、サンワラギア VS ET。 さあジャパンリーグ覇者、日本最強と言っても過言ではないでしょう。ここでラギアが登場、対峙するのはこの ET。 さあ観客の視点も集まっておりますが、いかがでしょうか。さあスタートしました。緊張感漂う中、この草薙京 VS 二階堂ベニオル。さあ荒上がまずはヒット、まずは前に行くのはラギア。しゃがみ、ワンコースのはラギア。さあいいペースでこの先鋒戦進めていきます。ジャンプ飛ばしスラッシュ飛び越えていきます。折り焼き、ここを出してきました。早々に出してきました。さあこれはただ発動、コンボミスが目立っていくが、さあしかしスーパーチンライキックに対して少しダメージを与えることになっています。後ろに下がって一つずつ丁寧にダメージを与えていくのはラギア。いきます、ね、いやこの辺はやはりラギアのさあ持ち前の硬さ生かしてくるんですが、フライングドリル少しでもダメージを奪ってきます。おっと、ここは投げていきました。さあ向かう打ってきましたラギア。ちょっとこれ以上攻められると危ないですよね。危ないということで、さあ向かい打っていきましたラギア。しゃがみから、うん、確定取っていく。メニメニ2ピード。さあやはり草薙京相手には少しでもダメージを取っておきたいところですよね。あまり暴れさせたくないと。そうですね、いったところでしょうか。最後は空対空ジャンプ D 取っていきました。これは相手の動きを見てからしっかり落としています。先に、まあ、落とされてはしまったんですが、このゲージ有利をさあライガー選手どう生かしていくか。どう生かすかですね。ゲージはもう満タン。ガルフトムホーク遠泳から落としていきます。ただしここは攻めの手は緩めません ET。 さあ体力は逆転してきました。確定取っている。おっと、ここはハリアビーからゲージはありません。置き攻めガードしていく。近距離シーから EX カウンター拾っていきます。しっかり見えていますね。バッフルズこの置き攻めは、おっと、あちょっと飛びすぎたか。最後は中段決めていきましたね。ハリアビー一発見せているので、そうですね、下段を意識したかとは思うんですけども、さすがに今の中段の打ち方は無理ですね。ガードするのは難しいですね。さあクローネ1枚、ゲージは4本、下が B から、うん、ここはハリアビー前に行くのは ET。 ここは飛びすぎたところ見逃しません。さあここは使っていきます。見逃しません。あっとスライクスラッシュになってしまったか。投げで終わりました。そうですね。さあ最大反撃、ここは投げで終わってしまった。さあここは出していきましたね。ここは出していきます。ちょっと引いてばかりはいられない。あ確定取れている。さあその瞬間見逃しません ET。 ジャンプ D 少しずつダメージを取ってくるのは ET。 このジェニーから流れが変わってきている。ヒートシールドも少し警戒してますね。後ろに下がっていきます。おっと危ない。さあここは出していきました。これはメニメニ天秤でそのまま持っていきます。さあ1本目取ったのは ET。 これは1本目、今まで1本目を取ることができなかった ET。 何か流れが変わってきたのか。これだから KOF って面白いのよね。1本目は何か状況が変わってきてはいる。そうですね。さあ ET にも集中力を高めてきたのか。さあラギア追い詰められたのはラギアです。さあ一旦水分補給をして、さあオーダーセレクトとなります。ジャパンラストプレイヤーラギア。さあしっかり冷静に落ち着いて考える素振りを見せるラギア選手。対する ET 選手もさあかなりの集中力を見せるような表情をしていますね、はい、この壁を突破することができるのかラギア。集中します。
この一戦に集中していく。さあ始まります、ルーザーズクォーターファイナル。壁を突破することができるのか。ラギア先方開幕ぶつかっていく。スラッシュライメイト。さあ空対空、開幕ぶつかっていった。そこはここは見逃さないですね。差し返していきましたね。さあライメイト届かなかったところからしゃがみへスーパーチューナーキック。上を見逃しません。 ET ライメイト足払い、一つずつダメージを取っていく。ただ ET がもう負けていません。荒神、さあ一発取ったら取り返す、そういったシーソーゲームのような。ここは大きいダメージ、下段が刺さると。さあ最大コンボ叩き込むことができます。最後はコタツキ。さあ残りません。さあコンボ判断が完璧です。サンワラギア最後はコタツキ。まずはこの先鋒戦取っていきます。ただしこのジェニー、先ほどはこのジェニーにやられています。さあどう修正してくるか。バフルズジャンプ飛ばし引っかかります。さあ荒波で切り返していく。中段下段を刺している。大きいダメージとなりました。そして画面端へ行きます。ジャンプ飛ばゴーフ、これはカード荒波相打ちですね。ただし2の立ち、これ荒波で迎撃してきますね。ゲージを使って、さあこれはここは草薙をもう倒したいと、はい、倒し切っていきましたね。アンニュイマドモーゼル、草薙業は本当に生かしておきたくないと、はい、そんな気持ちが伝わってきますね。そうですね、やはり先ほどからもうゲージフルに使って、はい、さあ草薙業を倒していきます。 ET ただしここではやはり先ほどと同様ゲージ差が生まれます。先ほどはゲージをうまく使えずジェニー戦を落としてしまいました。あっと下段刺さっていく。おっとコンボミス落とすが、さあダメージ自体を奪っています。上を取りたい、お互い上を取りたい状況。ハリアビージャンプ D、 これはしゃがめません。さあ一旦距離を取ります。固く立ち回るのはラギアのジェニー。さあ出たところ一発でも多くダメージを奪っていきたい。おっとロングガードした。さあ手堅く立ち回っていきます。さあここでジャンプ吹っ飛ばしが通る前に来たのは ET。 さあ投げ返していきます。投げに切り返していきます。低めバッフルズ、相打ちです。相打ちオーケーですね。これは相打ちオーケーの、そうですね、はい、ハリアビーに対して遠距離合わせていきました。ラギア、しかし出てきたこの3ゲージクローネですね。さあこの中堅戦、今度はラギア、さあ ET 側としてもこのジェニーを何とかしておきたいところなんですが、ローリングサンダー拾っていく。バフルズこの浮き置き攻めは、うん、ガードでしのいでいきます。 ET あっとこれは停滞ミスとなってしまいました。距離的には届きません。さあ体力がかなり回復する状態、ちょっと怪しい間合いだったんですが出してきました。ただし芸術差はかなりあります。一撃火力決まればラギアがそのまま持っていける。さあ、あっ前転してしまった。この前転は大きいですね。いやーこのまま、さあここは出していきましたね。さあゲージを使ってダメージを与えていきます。踏んづけ見づらいところ、これはしっかりガード、めくりはガードして一旦距離を離します。さああと、まあ、数発圏内ではあるんですがガードしてガードしている。危ない後ろに下がる。さあ ET 側、あーっと当たっている。前に出たところラギア選手迎え撃ちました。リターンを取りたいその気持ちが、そうですね、手を出させた。さあラギアが1本取り返していく。 ET 側もゲージがあったのであそこからまだチャンスがあったところだったと思うんですけども、ね、さあここでも1対1となりました。さあこれはもうお互い苦しい。やはり先に1本取っても2本目、そうですね、ラギア ET はやはりこのフルカウントがいつもある状況になりますね。そうですね。さあ見ていきましょう。勝った方がルーザーズセミファイナル進出です。非常に大事な先鋒戦。 1P ラギア 2P ET。
前に行く、前に行くのは ET、 空対空選手状況有利を、ラッシュ雷鳴塔を出していって、状況有利を続けていきます。この下段が刺さり一気に運んでいきます。ちょっと嫌な流れだったんですが切り返していきましたね、はい、ラギア投げていきます。遠距離 D からライジングショット、これは大きいダメージになります。さあ絶対に負けられないこの先鋒戦、非常に大事な先鋒戦なんですが、同じだけさあダメージを与え合っているといった状況。雷鳴塔ですね。終わった、これはいいダメージになります。ダイジングショット、これはゲージがちょうど溜まりましたね。ぴったりでしたね。そうですね、はい、先鋒戦取ったのは ET。 さあここから逆転を狙わなくてはなりません。ラギアジャンピースラッシュ、雷鳴塔スラッシュ、雷鳴塔ガードシール、もう一発。さあここは、ここはさあゲージを使ってきました。ベニマルはここは倒したい。チャイルはゲージ温存ですね。そうですね、まあ、かなりゲージは使ってきたんですが、です、ね、はい、最後の最後追い打ちにはゲージは回しませんでした。さあここはベニマルゲージを使って、あのままベニマルにいいようにされてしまうと、そうですね、苦しくなってくるという判断でゲージを使ってきました。ラギアジャンプってほしい、止めていく、止めていきますね。さあ画面足から脱出に成功しました。さあここは上の取り合いになります。ジェニー同キャラ戦、しかしハリアーで一気に押し切られたんですが位置が入れ替わる。ここでも状況はほとんど、これはこれは大きいぞ、ビハインド。さあ先ほどミスがあったディハインドですが、今度はレンジは見逃しません。バッフルズ、あ、ガルフトマホークですね。さあしばらく回避、おっと、さあ危ないところですが、守っていくのかそれとも前に出てくるのはラギア、ここは難しい判断。そうですね、あとここはメリシーからメリメリ飛びる、そしてまだ伸びます、逃げてきます。よく逃げた、削りが残っていた、削りまでは耐え切ることができませんでした。そうですね、ディハインドでうまく逃げていったんですが、ゲージありません。 ET、 さあ追い詰められてきたカーラギア、アリアビ前へ。さあ ET、 ジェニーで体力リードありますがゲージがない状況となりますね。ちょっと待ってほしい、ハリアビ捉えている。さあここ逃げている、いい反応。さあこれ、おっと確定をしていないが、ジャパトシリ最後フィニッシュ、追いついてきた、追いついてきたぞ。さあこのままダメージをもらい続けてしまうとまずい状況になるので、そうですね、ここで取られたのはでかいですね。さあ先に刺したのは ET、 ただ ET にはゲージがありません。ヒートシールド、さあ勝負に出てくるラギア。さあ一歩も下がりませんラギア。さあ息の詰まるこのクローネンドキャラ戦、お互いジャムディン踏んづけ、あれでよく出した ET。 さあジャムディン相打ちを狙っていきます。さあラミエさせている、どうだ、さあこれは足りるか、届いていく、ここはビーファーナルプロミネンス、はい、バトルスタートです。さあミラーズファイナル盛り上がっていきましょう。エボジャパン2023ザ・キング・オブ・ファイターズももう終盤戦、はい、もう残り4名となりました。もう残り4名、はい、GJG、シャオハイ、そしてレッシャー、ラギア、まずはウィナーズファイナル3先スタートとなります。あれだけいたプレイヤーも残り4名、世界のトップ、さあ頂点を取るのは誰か、この4名の中からさあ誰が勝ち上がってくるのか。さあ GGG VS シャオハイ、ここはジェニーを選択してきた草薙、京都のアコルルはやりたくないといったところですかね。やっぱり怖いところですよね、荒木が打ちづらいので、はいはい、ナコルルに対してジェニーを選択してきましたね。さあここはシャオハイ側がナコルルに対して草薙を外してきたという形でしょう。ジャンプ D 空対空選手区、非常に速い動きを見せてくるのが GJG、 ジャンピー遠距離 C からジャンピー、ここはガルフトマホーク早々にゲージを使って、はい、ダメージを取っていきます。シャオハイ、アイクハンドが速い、
落としていきますね。さあディハインドタイク、速いジャンプに対してディハインド難しいんですが、きっちり合わせてきます、シャハイ。さあここは GGG 側のコンボになります。レラムツベママハ、さあセットで攻めてきます。ナゴレルジャンプし、ママハ、さあ少しずつ体力リードしているのは GGG となっていますが、ママハハを飛ばしていきます。あそこで帽子が刺さる、レラムツベ。さあ草薙今日だけの、はい、キャラクターでもないと。そうですね、はい、ナコルルがここでジェリーを撃破。MB 細かくダメージを取ってくるシャオハイ。コントスキーまだ残ります。最後は削り、これはさすがに耐えきれず。さあこれも安定行動で、はい、相手の体力を削り取りました。シャオハイの荒髪です。完全五分状況からスタートします、中継戦。ジニー VS 草薙京。この草薙京の高いパフォーマンス見せつけてきましたからね、今まで。そうですよね、シャオハイ。さあこのジェニー、 GGG に対してどういう立ち回りを見せてくるのか。いや、 GGG の守りの硬さというものもありまして、はい、あんまり前に来るのちょっと控えてる感じがしますね。そうですよね、はい。しかしシャワー選手やはりゴリゴリいけますので、さあこのプレッシャーですよね。キャンセルからさあここで画面端へ入れ替わります。ハリアビジャンプ D 出し切ってくる。これは大きいダメージになります。これは大きいダメージ。ハリアビからローリングサンダー。終わった。あーレッドキック、しかしこれは気にはなりません。そうですね、おそらく EX レッドキックをしゃがみガードしてしまったため、はい、反撃がちょっとできなくなってしまったものになるかと思いますね。投げて切り返してくれ。最後はゴーフ。ただ GGG 前に来ましたね、今の。そうですね、はい、やはり勝負に出るときは GGG といえどもやはり出るということでしょうね、はい、後ろに下がるのではあの状況で前に出てきた最後の1枚イスラです。ただ草薙今日の体力はありません。さあ安定でこの草薙京を倒すことができる。アッパーのめくりですね。まだ残っている。最後は相打ちですね。さあ分からなくなってきましたね。これでこれで全く分かりません。大将イスラバーサスクローネン。さあ再度五分状況から大将戦スタートします。 GGG の大将はイスラ。ガードしていくが、これはさあクローネン側持続が当たっているので、クローデン側がまだ攻めることができます。ありますね、大きいダメージ。フュージョンブラスター、ぶつけ、おっと全然これも誘いました。やはり GGG 選手にゲージが5個ありましたので、はいはい、ここは安定してガーキャン前提を選択しがちなところなんですよね、はい、さあまず1本目シャオハイが飛び、うまい。ここは、はい、順番は一緒ですね。非常にうまいですね。またジャンプのワンアクションではあるんですが、足払いで対空を取っていきます。ディハインド、そしてもう一回強制ダウンを奪うことができるので、その後の攻めが強烈なんですが、さあナコルルに襲いかかるこのジェニーの攻め。ガルフトマホーク、さあダメージを取っていきますね。さあ押さえつけていくシャオハイのジェニー。ここでシャオハイ、さあ圧倒的な実力を見せてくるのか。ジェニーのパフォーマンス、さあ存分に見せつけていきます。バッフルズ、ハリアビー、もう早々に倒したいですね、 GGG としては。あっとこれは誘い出した。とんでもないところでハリアビー、これ弱のハリアビーなので軌道を変えてきましたね。やはりああいったディハインドだったりとか、その他対空技に対して有効な、はい、技となりますので、さあのタイミングで、まあ、GGG の反応の良さを信頼するというところもありますね。ローリングサンダー、さあシャオハイペース、もう一個見せてくるか。ここは近距離し叩き落としていきます。さあこれでリーチ、
グランドファイナルへリーチ。3本先取まで、はい、まだもう1本あるんですけども。もう1本ありますね。はい、しかし対象先に引きずり出されましたね。 BO5 ですね。失礼いたしました。さあ対象イズラジャンプ飛ばし、あーここでいい角度ジャンプ B。 これは効果力コンボにつながります。ローリングサンダージャンプ飛ばし、いやシャオハイの攻め止まらないですね本当に。さあそしてこのイズラですが、どうにかして取り戻したいところなんですが、いやあれシャオハイなので、あーっとここはいいコンボ、このままローリングサンダー、これはバッフルズ、そのままフィニッシュ。さあここで決まってしまうのか、それとも待ったをかけるのか。 GGG もうナコルルがいなくなってしまったので、通常の順番に戻していきましたシャオハイ。さあジェニーに対しては草薙を横から圧を与えていく。コトツキ、あらがみ押していく。しかしここは対応してきます。おっと鬼が出してきました。さあ引かずにここは、あ、ね、さあワンチャンス作り出したんですが、そのワンチャンスをさあ掴み取るかのようにこう鬼焼きで切り返していきます。出していきましたね。精神的にはこのダメージは本当に痛い。ジャンピーから、さあアテナ捉えているのはこの草薙をシャオハイです。おっと諦めるわけにはいかないこのアテナ。もう一個、さあ攻めが止まらない。またもや面白い技が当たっている。草薙強が止まりません。本当に技もうコンボが当たり始めたら面白いように技が当たっていきました。はい、さあ近距離し後ろに下がってジャンプ飛ばし75式カウンター。75式ですね。カウンターヒットも見逃しません。またカウンターコアをコトツキからゲージを使ってでも逃げ出したいんですが、捕まえてくれました。はい、さあレッキック75式オロチ投げ。さあここは180